はぁ、英語でこんばんは、はるけです。今回は RTTF キミヒを使っていきたいなと思います。スキル4、逆足4の選手になってます。まあ、能力に関しては90まで装置が上がりまして、ペースがめちゃくちゃ高くなってますね。82まで上がってます。で、パスがまあ上手くって、ドリブルもある程度こう軽くって、まあ、守備が上手いという、そういう選手になってますね。で、キミヒに関してはフィジカルの部分がちょっと能力的には弱いんですけど、どうなんかというふうなところですね。積極性、リアクション、冷静さっていうのも90近く、まあ、90また行っているというふうな感じになってます。そしてプレイスタイルに関してはプラスが2つついていて、パス面ですね、どちらもパス面になってます。さらに予測だったりとかブルーザー足面もついていて、あとはシールドとかで容赦なしもついていると、まあプレイスタイルに関しては豊富でいいんじゃないかなというふうに思いますね。で、今回ケミストリースタイルはシャドウをつけて使っていきたいなというふうに思います。それでは試合に行きましょう。はい、当たりましたんで行きます。キミヒです。まあ SBC できたということで、また中盤かと思いの方もおられるかもしれませんけれども、ちょっと中盤がやばいです。中盤がほんまにもう飽和状態です、完全に。で、今回は 4-2-3-1 の LDM かな、左のボランチでいきます。2ボランチの一角ですね。まあ守備的な選手にはなるかと思いますので、ここでスキンヒ、あ、いいね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 、いいですよ、パス面。ただむちゃくちゃ軽いかと言われたらそんなこともないのか。だって軽いけど誰だろうな、カンテほどの小回りさっていうのはもしかしたらないかもしれません。ただ全然軽いけど、全然モテはする、全然モテはする。こういうのも打っちゃおう。おう、まあシュート系に関してはそこまでですね。リアルのキミヒはシュート打てると思うんですけどね。まあどうなんか、まああんまりそこまでこう期待値を持ってね、シュート打つっていうことはやめといた方がいいかもしれません。あと、あぶね、デイビスが見てたぞ。あとはケミ的な、部分でアルフォンソ・デイビスなんかと合わせやすいですから、そういうところも非常にいいのかなと思います。で、またパス面に関してはもう何の問題もないですね、正直。ここもかなりうまいですし、あ、いいね、ボランチの選手でこういう球出し、そこの部分は本当に長けてる選手になりますし、あとはやっぱ守備ね、守備面が本当に大事、特にフィジカルの部分がどうなんかというふうなところ。ただキミヒはね、結構 AI が良かったりとかする選手なんで、今のも勝手にねこうキミヒが寄っていってくれたりとかはしてましたので、本当になんか賢い選手。それこそ予測とかね、ブルーザーとかも新しくついてるから割といいんちゃうかなって思います。あ、ナイスキミヒ、いや、いいね。あ、踏んで、ここの小回りさ十分やっぱ事故らないっていう風な部分も大事にはなってきますんで、ただまあ結構デヨングとかに近いかな。あ、いいね、パスうまい。キミヒシュートに関してはそこまでかな、あんまり、入ったら OK みたいな感じですかね。入ったらラッキーぐらいな感じで、基本的にはそこまでこう期待をするほどではないかなっていう風な感じですね。で、セットプレーのキッカーとかも全然任せれるんじゃない。あー、でもそん中やっぱブルーノと比べたら若干、でもバイエルンだったら蹴ってるよね多分ね、フリーキックとかセットプレーの時こんな低いかって思います。キミヒはね、キミヒ好きなんで、やっぱり結構好きですよ、いい選手。あとサイドバックとかもね、まあサイドバックどうだろうな、やっぱサイドバックよりも中盤かな、ボランチで使ってあげるのが一番向いてると思いますんで、全然こねれる選手、全然こねれる選手であります、全然こねれる選手。ナイスキミヒ、ジョシュアキミヒ、これがキミヒだ。
全然モテる。全然モテる。ただもうそのなんか、鬼の軽さをイメージしてる方からすると、まあ、若干、まあ、重い時もあるんかなとか思ったりはします。ただ今のみたいに全然モテる。普通に。普通に軽いです。あとテクニカルとかも、まあ、コントロールスプリントなんかも使ったりとかして。やったらいいんじゃないかと思います。お、ちょっとキミヒが守備したよ。キミヒが。やっぱ AI の良さ。守備しました。エウゼビオに対してね。味方に対しても突っ込んでいくと。ここうまいでしょ。ここうまい。パスうまい。ここパスうまいから。だから本当に縦に刺す。うん、アシスト役にちゃんとなれる。そういう風なね、パスのうまさっていうのは、かなりプレイスタイル面プラス能力も高いんで。いいよ。ベルシルいいね。ただキムヒがグーン。あ、いいよ。あ、ナイス。いいですよ。いいですよ。すごくいいよ。いいね。キムヒのパス。いいね。やっぱパス面。プレイスタイルが生きてるんではないでしょうか。いいよ。ナイスだ。キミヒ。ナイスナイス、いいよ。いや、デイビスなんだけど。あ、オッケーオッケー。あー。いいよ。あと、ジョッキーに関しても、まあ、全然しやすい選手になってますね。OK、ナイス。キミヒ。いいね。パスいいね、やっぱりね。パスすごくいい。パスがもうすごくうまい選手になってます。いいよ。振り分けよう。いいね。あ！キミヒ頑張れ。ケインに対して。ほら、僕、なんか、やっぱ速くなってるね。十分。十分速さが。やっぱもちろんもうちょっと欲しいよ。もうちょっと欲しいなって思うときあるけど。全然全然。全然いいっすよ。いけ、キミヒ。オッケー、ナイス。ブルーザー出たんちゃう。おっ！ブルーザーが出たんちゃう、ちょっと今。素晴らしいっすよ。いいよ。どんどん振り分けていこう。どんどん振り分けていこう。キミヒ使っていこう。キミヒをもうぐん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 使っていこう。そうよ。いいよ。いいよ。いいね。いいね。今の取られなかったのはすごくいいですよ。あ、ブルノが来なかった。キミヒ。オッケーオッケーオッケー、いいよ。全然いいよ。全然いい。だ、加速がね、やっぱ能力値高いからか、初速はちょっと早いですね。初速は早い。ただもちろんやっぱ十分になったんやけど、もうちょっと欲しいなって思う時も、まあなくはないっていう。で、フィジカルも、まあ今んとこもうちょっと欲しいかなっていうふうに思っております。ただ、十分です。ナイス、キミヒ。やっぱ予測ブルーザー結構でかいんちゃうかな思います。これがプラスとかになったらね、嬉しいんですけど。いいよ。いいよ。見てるよ。え？減速した。うちのサリバが。おお！サリバ減速きた。カントナきた。サンダーソラック、いや、サリバはちょっと残念でした。ただうちにはキミヒおるよっと。ナイス、いいよ。さあキミヒからどうする。パスうまいぞ。あー、惜しいよ。キミヒ取れるか。ナイスだ。ああ、さすがに来へんか。
ナイス、キミヒ。キミヒ。キミヒ。いるぞ。キミヒ行こう。いや、惜しい。エウゼビオへのパスっていうところでは、良かったんですけどね、狙いどころは。あれずれたら、もうキミヒでね、ずれたらもうまあしゃあないかなっていう感じなんで。ああ、しゃあないもん。ナイス、キミヒ。いいね。ハンセン行こう、ハンセン行こう。あ、オフかも。いいよ。全然いいですよ、でも。OK、ナイス。いけるかな。それちょっと早いか。ミンジェね。あ、そう、ミンジェ使う方にとっても。おい、キミヒ、いいよ、いいでしょ。今、勝手に寄っていったから。そこの AI 目も素晴らしいです。いいね。よかった。今の勝手に寄ってくれる。いや、強、ビルジル。あれ、これ、キミヒ来たんちゃう？これ、キミヒ来たでしょ。まあ、ただ、ブルーのいるからな、うちには。でも、そんなか。キミヒ、そんなかでも。一回行ってみる。一回ちょっと行ってみるか。一回行ってみようか。いけるよ。キミヒ。あ、おお、ジョシュア・キミヒ。ジョシュア・キミヒ。素晴らしいコースにフリーキックが飛んでいきました。いいね。ナイスだ。いいフリーキック持ってるね。素晴らしいです。よかったよかった。かなりフリーキックたまたま感ありますけど。ナイスだ。ナイスだよ。いいね。全然いいよ。惜しいよ。いいね、いいね、いいね。いいね、いいね、いいよ。それスピード感、全然遅さはね、感じないけど。もうちょっと早くあってほしいっていう気持ちは、生まれてくる方はね、おられるかと思います。だけど、カンテっぽいね。ただ、カンテの方がなんかもうちょっとスピード感は感じるかなっていう風な感じですけど。あ、ただまあ全然早い。ただ全然早い。で、ジョッキーもこんな感じで。あ、ちょっと体勢が。やばいんちゃう。あ、オフだ。ナイスナイスナイスだ。さあ、ジョシュア・キミヒから。いいね。わあ、ハンセンが寄ってきちゃった。早いな、ベルジル。ここに追いつけるか。さやな、もうちょっと欲しいなっていう。あ、ナイキーパー。さすがサール、さすがサール、後ろ足で。そうね、もうちょっと欲しい、もうちょっと欲しいなっていう気持ちはあります。ナイス。ただベルシルがいいね。ベルシルが本当に速くて。わお、またケイン使ってるからね、とってもまあいいと。バイエルン勢とね、うまく組み合わすことができる。そこはまあケミ面が素晴らしいんで。いいよいいよ。いいよいいよ。いいパス、いいパスやね。あのギリギリのパス、ギリギリを通していくっていうところが本当に素晴らしいです。ジョシュア・キミヒ。さあ、シューターね。シューター、ロングのシュートはちょっとあんまり、あんまりです。ナイス、ハンセン。ハンセンいいね。あ、止めろ。 OK 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 OK。 ナイスナイスナイスよ。ベルシルをもうめちゃくちゃ使ってくる。ナイス。ベルシルを楽しんどんなっていう。おっと、
あー惜しいよー。おお、ナイス。いいね、キミヒのパス。いいよ、素晴らしいパスです。やっぱパスはもう本当にうまいね。モドリッチっぽさもまあありながら、うん、いいねいいね、素晴らしいパスですよ。あ、今ケインに行ってほしかったところではあるけれども、いやいいです、普通に全然いい、全然いいなっていう、まあ、もちろんね、やっぱ究極を求めたらもっとペースが速かった方がいいなっていうのは思うし、フィジカルはねそんなに気にしなくてもいいかなっていうふうには、うん、思います。で、一応 SBC の価格が50万ぐらいなんですよね。50万でこっから能力のアップグレードがあるというふうに考えると、なかなかありなんちゃうかなと、うん、思います。結構作る価値は十分にあって、またデイビスとか、うん、バイエルンゼ、キム・ミンジェとかケインとかとの組み合わせもね、うん、いいんで、で、能力アップグレードのところでも、うん、一応初戦がラツィオなんで、まあバイエルンやったら買ってくれるんちゃうかなって思ったりはするんで、まあプラス1、そしてまた準々決勝への進出、そしてさらには準決勝への進出っていうのも十分可能性あると思うんで、プラス2、3は、うん、結構硬いんちゃう、まあプラス2は硬いんちゃうかなっていうふうには思ってはいますね。なので、まあ、そこのペースの部分が十分改善される見込みはありますし、まあ、また決勝とか行ってもおかしくないチームかなというふうに思いますんで、うん、バイエルに期待をしながら個人的には作ってみるのもいいんじゃないかなというふうに思いますね。それでは今回これで終わります。いいなとったらチャンネル登録、高評価お願いします。それではバイバイ。